コンゴ共和国の県別バージョンの県の地図。ブラザビル・ポアント・ノワールが大きく描かれている。コンゴ共和国は12の県に区分される。また県は、軍と、コミューンに細分化される。これより、海の区画は、種類が複数あるが、コンゴ共和国の地方行政区画は、最大で4層となっている。同国最大都市で勝つ首都である、ブラザビルと、第2の都市。 ポアントノワールはコミューンであるが県と同格の地位が与えられており、コミューンと県を兼ねる。なお、コミューンと県の範囲は同じである。今後共和国における最上級の行政区画である。2002年までは州と呼ばれていた。人口は2県、市に集中しており、残りの10県の合計人口よりも多い。面積は北につれて大きくなる傾向がある。 人口密度は2県を除き全体的に低く、人口の偏りが反映されている。コミューンと県を兼ねる。面積値は推定。総数は16市、23行政区、682、外区、90四43都市共同体、3291集落。コミューンは、経済的、社会的、文化的に発展した都市に充てられ、軍と、 同じく県を構成する。前述したように、ブラザビルとポアントノワールは、コミューンと県を兼ねており、単独で県を形成する。フランス語で基礎自治体を意味し、日本における市町村を指すことから、日本語では市の訳語が当てられることが多い。コミューンは、行政区、外区の順に細分化される。コミューンの面積は、最小限に抑えられており、 近隣の居住地とともに都市圏を形成する。人口は1万人以上がほとんどであり、中には5万人を超えるコミューンもある。ただし10万人を超えるコミューンはごくわずかであり、その中でも差は大きい。2018年推計で人口上位3市はドリシー、ポアントノワール、ブラザビルであり、西の人口が抜きんでている。 軍はコミューンに含まれない地域を管轄する。面積はコミューンよりも広い傾向にあるが、人口は1万人に満たない軍も多い。日本語では地区とも訳される。軍の会には2種類の共同体があり、社会的、地理的に密接な関係にある。人口集積地は都市共同体、地方部は農村共同体と呼ばれる。農村共同体は、 同じ公共サービスインフラストラクチャーを持つ複数の集落から成り立ち、中心となる集落の名前を称する。フランスから独立後、1964年時点で12県と一つの自治市長があった。1967年に9つの州に再編された。1980年にプール州からブラザビル市が独立し、一市級州となった。 1995年2月18日に、キュベト県から西キュベト県が分立し、一市中州となった。2002年1月20日、新憲法によって州は県に置き換えられた。また、ブラザビル市には、県の地位が付与され、11県となった。2003年2月6日に、ポアントノワール市に、県の地位が付与されたことで、クイル県より独立し12県となった。 2011年5月17日、クイル県の県都が、ロアンゴに決定した。それまでの県都は、ポワントノワール市であった。ありがとうございます。